今日はジゲなんですか。はい、ジゲなんですか。すごいですね。何年ぐらい伸ばしたんですかそれ。まあ30歳ぐらい。ああ、そうなんですか。へえ。結んだりはしたりしないですか。仕事の時は結んだ。仕事で工場とかですか。頑張っとられるんですね。最近はあまりピアノうまく弾けないです。あ、でも全然上手だったじゃないですか。まあ昔シュガーのカレンさんが美味しいって言ってました。うまいで、まあシュガーっていう2001年から活動してた、あ、K-POP の K-POP のグループなんですけど、やっぱ桃味に出してほしいんですけど、もしかやっぱトワイスのママですから、ね。まあ私が男子100で金メダルを取ったらそういうのも、ああ確かに、はい、あれちゃんがコラボするかもしれないですね、まあ、トワイスと、まあヤンキースから田中将大投手、マー君が、まあ、モノクロとコラボしたように、あそういうコラボ BTS とかワールドワイドで活躍してるスターとコラボ、まあフィギュアはもう年齢制限があって、はい、フィギュアスケートは年齢制限、あれ年齢制限、まあ浅田真央選手は若すぎて出れなかった頃、金メダル出てたら金メダル取ってもおかしくないよ。あ、まああの頃は体重がすごい軽くて、うん、6回とか3回で、でもピアノのコンクールは加減じゃなくて上限があるから問題だと思うんですよ。私とか年齢が上の人は参加できないじゃないですか。うちにまあ安物の電子ピアノがありますけど、まあ安物すぎるから、練習はビッグカメラとかで弾いたりします。 あ、いいですね。早いですね。水なくても大丈夫なんですね。あ、そうですね。まあ水の中は乾いから、ね、あ、まあ、そこの中は苦くな。アンパンマンリンゴジュース飲んじゃいいですよ。うん、いいですね。先月のレースではちょっとまあ中学生とかに抜かされたりしましたけど、中学生に抜かされたんですか。あ、そうですね。まあ早い人しか出てないから、そうですね。でも本当 100m 走って意外と、そうですね、意外と時間がかかるなって。あ、14秒 5ですよね。14秒06でした。あれ6、直近のレースで、日本選手権で9秒8台アジア記録出したい。ああ、なるほどね。めちゃめちゃ速くなるってことですね。そうですね、はい、日本選手、そう、日本新、今の日本新記録より、はい、デイコンの1秒とか、あ、もう圧倒的に速くないといけない。あ、なるほど、ありがとうございます。あ、これは、はい、すごい美味しいと思います。持って帰ってください、はい、どうぞ。アンパンマンの作者は94歳で死去されたんですけど。ああ、そうですか、はい、詳しいんですね。あ、まあ、彼もやっぱ、まあ、ドラえもんを考えた人の天才だと思うけど、あと、あ、この人の天才だと、そんなにこの顔は、そんなに優れてるとは思わない。
はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。先月のレースではちょっとまあ中学生とか抜かされたりしましたけど、中学生に抜かされたんですか？あ、そうですね。まあ早い人しか出てないから、そうですね。でも本当 100m 走って意外と、そうですね、意外と時間がかかるなって。あ、14秒 5ですよね。14秒06でした。あれ6です。先ほどですね。で、日本選手権で9秒8台で出したい。ああ、なるほどね。めちゃめちゃ速くなるってことですね。そうですね、はい。日本選手、そう、日本新、今の日本新記録より、はい、ベーコンの1秒とか、あ、もう圧倒的に速くないといけない。なるほど、ありがとうございます。あ、これは、はい、すごい美味しいと思います、ね。持って帰ってください、はい、どうぞ。アンパンマンの作者は94歳で死去されたんですけど。ああ、そうなんですか。はい。詳しいんですね。あ、まあ、彼もやっぱ、まあ、ドラえもんを考えた人の天才だと思うけど、あと、この人の天才だと、そんなにこの顔は、そんなに優れてるとは思わないんですけど、はい、なんか、欧米で受けそうな感じではない。あの、もし、あの、これを見てる海外の人がいたら、ぜひメッセージを英語でできる限り。Support me. And it's number one. And world number one sprinter. And the sprint. Faster, more faster. Fastest in the world. 100 meters short sprint. Go.Only running 100 meters and very short period, short time, very short time. It's, and very fast.こっちのバナナもありますけど、こっちはこっちと違って、まあ、茎が柔らかめ、鮮やかめですけど、バナナ好きなんですね。まあ、すごい柔らか。あ、ほんとだ、これ、ゲームセンターであるやつですね。ダイソーで売ってました。あ、ダイソーで、はい、こっちの、あ、いいですね。こっちは、肩、どうやったらいいかな。バナナ、はい、猿とかがバナナをよく食べるんですか？そうですね。でも猿は人間に進化したんでしょうか？どうなんですか、ね、それってまあ異論もあったり、最近では昔はそう言われてましたけど、進化の どう、アラレちゃん的にはどう思いますか？まあ突然変異的に人間にの姿を認識したものが、そう、繁殖していく可能性もあります。より、まあ、まあ、クレバーな、まあ、環境に、適応力の高い個体が、そういうふうに進化の過程で、生命を繁殖していく。まあ、地球もまあ、1億年単位で、まあ、超巨大な隕石が落ちてきて、恐竜の絶滅みたいに、そう、ほとんどの生物が死滅してしまう可能性も結構あったりするんですけど、まあそうですね、まあ何光年か離れたところにまだ地球型惑星、でもまあ人類最速のまあボイジャーとかでも、そう、1光年が
そう、とてつもない長く時間がかかって人間には到底たどり着けないよ。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。